大丈夫ですか。大丈夫ですか。ハードラックとダンスっちまった。それはぶっ込みですか。ワニブチですか。ヤシャガミのワニブチさんです。今日ははい今日はティックルフランスさんに来ました。イベントでお会いした。はい、いつもお世話になってます。さっきのぶっこみネタが出たってことは、ここはそうです、横浜です。来ましたね。では青蘭に行きましょう。またぶっこみネタだ。看板が、もうなくなってしまうということで、今日がじゃあ最後ですね。最後の、はい、すごいとこにありますよね。もうね、一つ一つが可愛い。隠れ家的なお店ですね。全部ハンドですかね。小道を抜けますと、ここもドームが。井戸が。本当だ。すごいね。すごいね。この水を中にぶち込んで、あしたら一応出るみたいな感じ。もう一回やって。オッケー。トトロのおばあちゃん。幼稚園バスを置いているそうです。事務所になってるそうですね。めちゃくちゃイケてるね。行けてますね、うん、おしゃれ。あ、やべすいません、倒れてる。あ、大丈夫。ごめんなさい。本当だ。ミッキーも一応エイリアも。そこにあります。あ、隠れミッキー。もうちょっと主張強く弱めなんですけど。リアル。もうちょっとエイリアも撮った。うん、撮った。すごいね。秘密基地みたいな。あ、羽があるよ。本当だ。あそこに立ってみて。プールだ。プールがあるよ。うん。
夏だからね。うん、入って、実手だよ。実手っていう。うん。江戸時代のあの警察官みたいな人が持つやつ。使ってもいいですか？意外と重いです。意外と重い。ご用だご用だって。ご用だ。そう。こいい。あ、そういうやつじゃないんだよ。あ、じゃないんだ。実手は。ご用だご用だ。ルーン検診で実定あんま出てこなかったかもしれないです。36.5 度。全部これハンドメイドで作ってますね、この温室は。すごいですね。うん、めちゃくちゃしっかりしてるしね。ファンも常に稼働してるし。あー、全部ライトがついてます。綺麗ね。36度。斑入りが多いですね。綺麗ですね、うん、とっても綺麗。スーパークライミングのリームスタイプ、ね、いろんな種類がありますね。ね、今日さ、レアなアガベばっかりですね。いやー、ここで音楽聴きながらお酒飲んだら最高ですよね。そうですね。今ちょうどスピーカー壊れちゃってるんですけど、スピーカー使えた時は、はい、爆音で流して、最高ですね。お酒飲んでバーベキューやって、これはいいです。タイさんが行くのすごい遅くなっちゃうんですけど、なんかインスタで深夜まで深夜営業この間はやりましたね。レアですよね、うん、植物屋さんってあんまりないですよね。面白い。今後はエビナで会える。エビナで、はい、そうですね、はい、エビナで会えて、もしかしたらグリサーの方も予約制が完全にできるようになったら遊びに来てください。はい、新店舗は一応仮店舗で藤沢みたいな感じで、はい、仮店舗で様です。してる遊びに行ってください。オッケーです。行きましょう。ありがとうございます。
ましょう。はい。アイルフでした。イケメン天使さんでしたね。あ、一緒に。いつもありがとうございます。また、よろしくお願いします。はい、よし、オッケー。相変わらずイベントでしか会ってないっていうね。店に行ってないよね。ありがとうございます。買いましたね。ありがとうございます。よし。帰ってった。